ちょっと奥なんで155くらいですね、はい、パー3でパー取れなかったら終わりますね。でも長いよこれ。そう長いから100無理っていう。上りみたいなのも入っていい。上り入れて、はい。これで打ったもんね。いやこれ届かなそうだな。まあ、いっか。いい、やった先打つよ。ショット フレームアウトした。微妙に微妙なショットを重ねているよ。やば、顔を上げないこと。おお、ナイスじゃん。届かない？まあまあまあ。おお、ナイスじゃん。ナイス。オッケー。ありがとうございます。ってなったら多分5割ぐらいになるんで。じゃあ大丈夫、そうでしょ。弱まるかな。じゃあちょっと滑りしよう。6割ぐらいで。いや一旦40ヤードね。もうちょい。え？マジ？だから今だって何割よ。何割の滑りよ今。こんぐらい。そうでしょ、それ6割ぐらいでしょ。はい、こんぐらいです。でトップしないようにね、だからしっかりボールの左側見て。はい、ボールの左側だよ。え、めっちゃ見てる。オッケー。ほら完璧だ。ほら完璧だ。ほら完璧だ。でもやっぱナイスオン、ナイスオン。いや、私の手柄みたいにしちゃったね、ゆきりの手柄を。いつもでしょ、ゆきりの素振りだったら全然手前だったでしょ。そうなんですよね。そう、前から撮っていいですか。うん、ゆきりが代わりに打ってくれるのかなって。違う。私も40ヤードのね。私はこんぐらいだ。こんぐらいトップしないように気をつけます。はい。え、こっち。ゆきりの方が上手くね。今ゆきちゃんのトップしたっしょ。今トップしないようにって思ったんだけど、ちょっとトップしちゃった。あ、でもあ、まあよかったよかった。バンカー入るのだった。いやああいうちょっと芝が薄いところね、ちょっと注意しなきゃって思ったんだけど失敗したっていうね。やば、弱っ、はい、ちょっと同じ感じで打つ。もうちょい強め。超適当じゃん。まっすぐね。はい、入れ、入ってよ。オッケー、オッケー、ありがとうございます。チョイフック、取りたかったの、はい、カップイン。チョイフック取りたかったの、はい、カップ1個は切れると思います、間違いなく。わかりました。やば、いや私は結構今日やばいな。入れないと。なんか同じことやってますね。言われてる。なんかさ、ちょっと言われてる。生意気。言われてる。早く見えるよね。見えないか。ああやばい。これしてたらもうダボペースになっちゃう。えい。うわ。やばくない？怖っ、なんか怖っ。はい、ダボです。ダボです。
ありがとうございます、はい、ちょっと緩くやりすぎてる。じゃあちょっと集中しよう。バンカー何ヤードですか？バンカーは左赤からだったし、ここも150ヤード見てもらえば入っちゃうかなと思います。じゃあバンカー越え的なよりも右、そうですね、右側の方がいいと思います。ちょっとなんか、長いな。何も考えずに打ちます。んでちょっと遠めの右重心、よいしょ。いやでもいいじゃん。 OK、 結果オーライ。ナイス、よいしょ。ここの時にグニャってなっちゃうんですよ、たまに手が緩んで。だから今もうなんかすごい低めに、あー私もたまに打つ瞬間緩んだりしちゃってた。そう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 、で今なっちゃいましたね。ちょっと力んでた、逆に逆に、うん、力みすぎて。なるほどね。ゆきりんはさ、初心者ゴルフプログラム、うん、のあとあれからどうなった？あれからめちゃめちゃハマったので、うん、で意外と周りにゴルフやるお友達が多くて、うん、同年代の女の子たちとか、うん、と緩く行ってますね。あ、結構じゃあラウンドっていうか練習行ったりとか、うんうん、ちょうど1年前ぐらいはピークにハマって、うんうん、週1週1行ってた、うん、3ヶ月間ぐらい、ずっと行ってましたね。で最近は、うん、あのドライバーは何だろう、もう大体分かってきたというか、うんうん、なったから、あとはアプローチとパター練習したいなと思って、うん、ショートコースにハマって、うんうん、めっちゃ初心者の女の子、うんうん、140とか叩くような子とかと3人とかでショートコース回って練習してますね、うん、行ってたね。そう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 、インスタ上げてるから。インスタ上げてたね。そう、みんなでなんかもう楽しくゆるくみたいな。あー、まあショートコースぐらいがいいよね。そうそうそう、女の子だからね、うんうん、楽しく終われます。確かに。うわ、やばっ、いけ。え、じゅんさんのとこ？私めっちゃ左。どこ？どこ？あー、気が邪魔だ。あ、マジで打てないわ、これ。いや、ほんと打てない。やばい。しかもこの木は切りたい。オレンジ食べてスコップで。スコップで。あつ盛り、あつ盛りして。切りたいってなんで切りたい？え、でもこのね、ちょっとクラブ選択結構ミス。ミスなの？ミスミス。いや、もうちょっと木邪魔じゃないかと思ったんだけど。え、なんか怖い。これだからちょっともう。どっち狙うんですか？木の右側？木の右側を軽く打つ。もうちょっと打てない。でも曲げないと多分 OB するから曲げる。おお、やっぱ持ってる。持ってます。おお、やっぱ持ってる。本当はもうちょっと上がるクラブでアイアンとかでペチって打った方がいいんだけど、ちょっとウッドしか持ってこなかったからギリギリでした。考えてるけど何も考えないんだ。難しいね。ゆきん、好きなクラブとかある？ドライバーです。あ、ドライバー？もうドライバーしか打ちたくない、なんなら。大好きなクラブ、ドライバー。大好きなクラブはドライバーです。いいよ、ちょっと下がってくる。苦手なのはパター。
苦手なのパター。パターはさ、ちょっとあの距離をさ、うん、ミスしたらちょっとアホみたいな感じあるじゃん。辛い。そう思うと打てなくなるよね。はい、やば。ちゃんと買いましたもん。パター練習家でできるやつ。あ、そうなの？うん、家でやってんの？やってないですね。そうだよね。何振りだよ。買いましたもんからやってないっていう落ち、ね、落ちね。私とさ、ゆきりん結構さ声の多い、これ助かけどやってないみたいな、ゆきりん私がこっちで、あなたが前でたらマジ映んなくて、さっき下がって、さっきからそこそこきつくて、私はさ、え、ちょっと待ってと思って、私がこうやっていくと多分ゆきりん、それ待てないから俺さっきこっちになってこっちにしたから逆にね、せっかち出てる。そうだよ、ずっと来るからさ、私もずっと待って、ずんちゃんはめっちゃ好きして、しんど、何ヤードですか？いや、面白い面白い。グリーンまでは175ヤード。え、遠っ。池入る可能性あるわ。なんかこれ、ロングか。でも、私は今日はスコアじゃないから。あ、狙うってこと？はい。すごいつま先上がりやけど、ね、私大嫌いなんだよね、この。すごいね、これ行くんだ。ギリギリちゃんと打てば超える。多分アウトだと思う。頑張るよ、勝て。ファイト。つま先上がり苦手。言って右側めっちゃ見て狙ってるから。ダメだ。届いて。ナイスイン。しかも水切りしてる。やっぱこの距離をそれでバーンって打ちたがるところが男前。無謀な挑戦。え、これ私のところから130ぐらいですか？調子いいと。今いける。いや、そう、ちゃんとやってる時だったら一応180も打てるのね。そうだけど、もう最近ちょっと打てないからね。127いけだよ。ちょっとほら取らないと。私は入れないですよ。いけなの、決まりなの。いけ声、ちょっといけ声、いけには入れたくないです。頑張っ。の超えた超えた、ナイスショー。おっ、の超えた超えた、ナイスショー。 おーナイス。こっからですよ、私の。なんであんま喜んでないの？え、喜んで喜んで喜んだ。いやでもなんかどうせなら乗ってほしかったなっていう。そうだよね。あ、それのがっかりが出ちゃったね。60ヤードぐらい来たからですよ。バーディーショットです、私の。でもバーディー私取ったことないんですよ。だからバーディーパットとかあるんですけど、大騒ぎしすぎちゃっていつも全く取れないから、ちょっとこれは真剣にやります。まあ絶対無理でしょ。パターで打ったらバカですか？で打ったら、いや、ダメじゃないです。ちょっとやっぱ、パトもまだいるんじゃない？カミちゃん。うまい！イエーイ！ナイスタッチ！ナイス！タッチじゃねえよ、みたいな。それな。かわいい、かわいい、かわいい。こっちから見たら2センチぐらいの感じですよ。いや、これぐらいある。雑。もうちょい、もうちょい。マジ？こんぐらいですか？あ、でもこんぐらいっていいかもしれない。そこ？あはははは。ゆきに早く後ろ来てるから。やばい、マジで？調子乗ったらそうなっちゃう。あ、でもバンカーじゃないならよかった。ゴルフは。謙虚な心が大事ですから、常に。
頑張。やばいな。うまい。これだったんだ。ナイス。うわ。オッケー。本当？後ろ切れた。いいでしょ。いいよ。いいでしょ。全然いいよ。もうプライベートだから。あ、オッケー。ありがとうございます。オッケー。後ろ切れた。ありがとうございます。